フェスティバル最終日の放送となってしまったフジテレビ 1TX のスタジオにはまたまた素晴らしいゲストが遊びに来ておりました。はい、ご紹介しましょう。浅井健一さんです。はい、どうも。ここオアシスにもものすごい数のファンが集まってくれましたが、はい、浅井さん元気ですか？元気です今ねちょうどね番組プロデューサーの雄大が後ろでなかなか浅井さんが来ないけど大丈夫かな、どっか行っちゃったのかなって言ってたんですけど、どこに行ってたんですか？すぐに裏におったよ。本当？おったよ、おったよ。なんかね、フリクションのライブを、見てなかなか帰ってこないって、ね、スタッフがドタバタしてましたけど、間に合ってよかった、ね、レッドマーキーのフリクションの方はどうでしたか？タツヤ頑張っとった。頑張ってたね、さっきもねその模様生放送でちょっと見てみたんですけどね、はい、そして今日行われたライブグリーンステージ、今も懐かしいナンバーをね皆さんに、ディズニーランドへ見てもらったわけなんですけど、今日の、ステージの方はやりごたえはどうでしたか？達成感がありました。おー、じゃあ今かなり気分的にはいい感じですか？終わった後はめっちゃこういい感じです。はい、まあ、本当に浅井さんはフジロックとは、はい、ものすごい長い関係で、ほぼ毎年なのかなというぐらいなんですけど、かれこれ過去何回出てるかもう数えられてますか？さっきの番組で9回って言ってました。あー9回なんだ13回行われているフジロック、ね、9回出ていて、まあ、今までもう本当ブランキーから、はい、ソロ名義ユダの時、そしてシャーベッツ、ね、全てのほとんどのステージ出ているわけなんですけど、フジロックなんでそんな好きなんですか、浅井さん？やっぱり山があるし緑があるし川があるし、すごいいいじゃん。いいよね、まあそうですよね、まあ、単純にいいじゃねえかと、いうところだと思うんですけどね、はい、ミュージシャンとしてこの、ね、ステージに立ってみたい、実際立ってみて何か得るものっていうのは何なんでしょうかね？得るもの、わからんね。でも何かがあるからこうほぼ毎年来てしまうっていうことだと思うんですけどね、どうなんでしょうか？じゃあ、呼ばれると光栄です。はい、まあね、本当でもね、これね、これからも呼ばれ続けいる、アーティストとして、ね、このフジロック、ずっと続けていきたいと思うんですけどね、うん、今までいろんなステージに立ったことのあるこのフジロック、はい、ね、オレンジコートだったり、はい、ホワイトステージ、そしてフィールドオブヘブンは、なぜか、立っていないということなんですけど、はい、どのステージが一番好きなんですか、浅井さん的には？いや、全部好きですけど、レッドマーキー好きだよ。あ、レッドマーキーはなんかね、音もね他のステージと全然違うしね。うん、そうだね、屋根があるしね。はい、うん、いい感じですよね。フィールドオブヘブンには、うん、なぜか立たないという理由はあるんですか？7点。まだフィールドオブヘブンだけやってないかなと。あ、フィールドオブヘブン行ったことないですね。このねフィールドペインに行ったことないっていうのもすごいですけどね、まあ、いろんなステージを、やる中で、実はまあここもねオフィシャルメディアブースっていうステージなんで、はい、なんかもしギターを持ちながらトークとかしてもらえるとみんな嬉しいよね、これね。ギターがさあ、これが10ステージ目になります。ありがとうございます。
なんか今聞き入ってしまいましたけどね。ありがとうございます。今年の夏、ね、なんか浅井さんはあの夏っぽいこととかってこのフェスティバルに行く以外何か今やってるんですか？サーフィンとかやり始めたけど、おうおう、あ、まだ全然下手くそで、そのやってるとか言いたくない感じかな。なるほどね。まだまだこれからだから、こうまだね、こうかっこよくサーフィンできるよっていうところまでは、言っていないっていうことかもしれないですけど、どう、でもバンドやってでバイク乗ってサーフィンやってってちょっとかっこいいとこちょっと取りすぎなんじゃないですかこれ。かっこいい。そんなのないで。本当、あのバイクでこうサーフボードってこうモテるもんなんですか？こう海に行くときって。モテるモテないは別に何をやってるかとか関係ないじゃない。なるほど。そいつ自身なんじゃない。ああ、そっちのモテるだとね、そういう風になりますよね。はい。まあ藤田君、フェスティバルもう最終日になってしまったんですけどね、昼間パフォーマンスを得てからは、仲間のライブを見たりと、藤田君エンジョイしてると思うんですが、この後どうするんですか？まだこの先、まだなんかステージチェックしたりはするんですか？いや、朝まで楽しむよ。お、せっかく来たからには朝まで。じゃあきっとみんなもね、ここら辺でもしかしたら、浅井さんが楽しんでるとこ見るかもしれないんで、嬉しいですね。その時はぜひね、乾杯していただきたいなと、思います。今年の夏シングルも出ています。7月にはフレンドリー、そして8月、うん、マッドサーファー。早速サーフィングが現れてきてますね。そうですね。マッドサーファーってどんなサーファーなんですか？すげえサーファーなんだけど、俺は全然まだそこまで到達しないから、これから頑張ります。おお、じゃあちょっと浅井さんの中での妄想サーファーがどんなサーファーなのか、8月に皆さん出ますんでね、ぜひこちらのマッドサーファーの方8月26日チェックしていただきたいと思います。最後にもなってしまいましたけどね、ここオアシス、メディアブースにもたくさんのファンが集まりましたが、何かちょっとファンに一言いただければ。今日は朝まで楽しもうぜ。フジロックはもう来年まだありません。きっとまた来年も朝日するにはこのフジロックで会えるんじゃないかなと、僕は楽しみにしているんで、これからも素晴らしいライブそして活動を期待してます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとう。どうもありがとうございました。朝日健一さんでした。